イエーイ。家だ家だ家だ。住宅情報東北版がお送りします。カメなのよ。瞳はペット飼いたいって言うからさ、うん、私もご飯にする。少なめでいいから。少なめな、少なめ少なめ。私が飼いたいって言ったのは熱帯魚。アロワナとかさ、いるじゃない、そういうの。大きな水槽で優雅に泳いでるお魚が。ありがとう。俺本当はさ、犬が欲しかったんだ、子供の頃からずっと。でも俺んちマンションだったろ、だから飼えなかったわけよ、犬とか動物が。友達ん家で子犬が生まれて、俺親に内緒でもらってきちゃったことがあって、一月ぐらい飼ってたかな。近所の空き家の軒下に段ボール箱を置いて、その中に子犬を入れて。それでどうしたの、その子犬。死んじゃった、野良犬にやられて。俺さ、首輪つけて繋いでおいたんだ、それで逃げられなくて。だから俺が殺したようなもんなんだ。わかった、犬飼おう。だって規則が。私が許す、ちっちゃい犬だったら大丈夫だよ。でもまずいよ。何よ、育児なし、気がちっちゃいんだから。気が小さいじゃなくてさ。最近では一戸建てだけでなく、犬などのペットが飼えるマンションも増えています。ペットも家族の一員です。ペットとの暮らしを考えた家づくり、そんな考え方があっても良いのではないでしょうか。ただいま発売中の宮城注文住宅ガイド2001年秋号では、ハウスメーカーの商品情報から家づくりのノウハウまで、あらゆる情報を提供しています。特集はガーデニングで潤いのある暮らし、初めての人のためのリフォーム基礎講座。詳しくは発売中の宮城注文住宅ガイド2001年秋号をご覧ください。